どうも皆さん、お世話になっております、おくまでございます。今回はですね、このじゃん、爬虫類ケージ、パンテオンですね、使ってちょっとおしゃれにね、レイアウトしていきたいなと思ったんですけども、まあレイアウトね、まあ、普通にやっても、全然ねいいんですけども、ちょっと味気ないなと最近思いまして、バックボールをちょっと自作しようかと思います。でもう今回ね、材料をかき集めてきたんで、もうお見せしつつね、作っていきたいと思います。で今回こちらのスタイルフォームを、まあ、ベースにね作っていきたいと思います。厚さは、2.5mm ですね。はい、これもホームセンターに売ってなくてね、わざわざあのネットで買いました。ネットで買ったらね、いっぱいもうあのちょっと試し切りしてるんですけど、でこのスタイルフォームをね切るのがスチロールカッターですね。これもねホームセンター売ってなくて、わざわざねネットで買いました。でまあ接着するのに、はい、初めて使いますね。結構なんか使ってるの見たことあるんですけど、自分で使うの初めてです。シリコンシーラントと、何これ、コーキングガンってやつですね。まあ、これでね、スタイルフォームね、接着します。で、あとね、ちょっと手で作業するので、ね、手袋ですね。セメント、インスタントセメントですね。重っ。こちら、ギルトセメントっていうね、造形用のセメントになります。こちら、3キロ買いました。で、セメントを固めたら、シーラーですね。まあ、色を着色する前にね、使います。で、はい、ハケですね。第10章のハケ。あとは、最後ね、着色をするんですが、まあ、生体にも優しいということで、はい、ミルクペイントでございます。まあ、これね、いっぱいいろんな色買ったんで、まあ、ちょっと今回ね、地味めな色になってしまったと思うんですけど、これで着色していきます。はい、こんな感じかな。ね、まあこれだけのね、セメント塗ったり色塗ったりするんで、まあ数日はね、乾燥させなきゃいけないんで、時間のかかる作業になると思いますが、根気よくやっていきましょう。はい、まずは、スタイルフォームをですね、ちょっとカットしていきたいなと思うんですけども、ちょっと寸法をね、測っていきたいと思います。天才的な下書きをもとにね、もうこれだけですね、緻密なね計算を持ってって作った下書きをもとにね、こんな感じで、まあ、下書きしたので、これはね、まあ、ちょちょいとこちらのスチロールカッターでね切っていきたいと思います。おー、すごいすごいすごい、こんな感じでね、材料を切り出しました。まああらかたね、こんな感じで切れましたので、コーキングガンでね、早速くっつけていきたいと思います。これ、いけんの？おぉぶっちゃけね、セメントつけるので、まあ、こちらに程度につけばいいんじゃないかなと。重いな、コーキングが。はい、じゃん、こんな感じで、まあ、仮にですけどね、くっつきました。まだ全然、乾いてなくて定着してないので、これね、乾くまで待ちたいと思います。はい、デイ2ってことで、もうね、早速、ちょっと先にセメントを作ったんですけども、こちらね、もう完璧にコーキングが固まりまして、ガチガチでございます。で、こちらに、インスタントセメントを、ベタベタとね、下地をね、貼っていくわけなんですけども、はい。で、できたものがこちら。はい、手際はいいですね。これはね、数十分でも使わないと、ね、固まっちゃうみたいなんで、まあ、どんどんね、やっていきたいと思います。つくんかな、そんなの。はい、ちょっとバタバタしましたが、なんとかね、こちら下地をね、
き終えました。ちょっとね、最初加減が分かんなかったんですけど、まあ、ちょっとベチャっとしてるぐらいの方がね、すごい脱ぎやすくて良かったです。はい、こちらね、1日以上乾かしていきたいと思いますので、デイ3でお会いいたしましょう。おやすみ。はい、デイ3ということで、かなりね、2日間ぐらいかな、乾燥させまして、はい、あ、結構重たいですね。さらにね、ここに造形用のセメントをね、塗ったぐっていくということで、まあ、もうちょっと、重くなるのかな。はい、今日はね、その造形用のセメントを、ギルトセメントをね、塗っていきたいと思います。で、前回、めちゃめちゃね、セメントを作るときに、粉が割って、やばかったんで、今回はちょっとマスクして、塗っていきたいと思います。以上。うわっ、粉やばいね、やっぱ。ね、こう勢いよく水入れると大変なので、気をつけてくださいね。で、前回のこれインスタントセメントよりね、すごい、なんかきめ細かくて、なんていうのすごい粘性がありますよね。こんな。ああ、はい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 。はい、ということで、すごいね、時間かかっちゃったんですけど、一応ね、こんな感じで、まあ、造形用のね、セメントというだけあって、繊細なね、作りがちょっとできるとは思うんですけど、今回初めてなんで、まあ、こんな感じで、ちょっときれいめにね、まとめてみました。またこれをね、数日間乾燥させて、次はね、塗装の方に、ついていこうと思います。はい、デイ4ということで、完全にね、固まったんで、乾燥したんで、まあなんかね、細かいホコリも払いつつ、こんな感じに、あ、まだボロボロ出る。こちらにね、今日はもう完全に乾いたんで、色をね、塗りやすくするためにじゃん、シーラーを塗ります。まあ今日は塗るだけですね、このシーラーを。で、これね、ちゃんと混ぜて、初めて使うのシーラーなんてね。はーい、こういうタイプね。もうあと色塗るだけなんで、完成に近づいてきましたね。結構シミシミですね。はい、ということで、塗り終えました。た感じの特にね、ちょっと濡れてね、岩肌感が出たんですけども、ここからね、また、まあ1日ぐらいかな、また乾燥させて、塗装して、またね、乾燥させて、で完成になります。ということで、これはね、また1日放置していきたいと思います。はい、 Day5、 こちら、シーラーがね、固まりましたので、乾燥しましたので、ちょうどね、丸一日ね、置いてシーラーが乾燥したので、なんかね、もうボロボロ崩れる感じもしないですね。色を塗っていきたいと思います。塗装ですね。で、今回使う塗料が、じゃん、こちら、ミルクペイントですね。まあ、冒頭にもね、紹介したと思うんですけど、はい、バタークリーム。ちょっとね、地味めなこの色を、ベースにね、塗っていきたいと思います。で、なんか、汚し用にね、白とか、なんか、ピスタチオグリーン、汚い色を、買ってきました。うまいこと塗っていきたいと思います。あ、結構ね、明るいですね、思ってて。なんか本当にクリーム色って感じ。ネットで買ったんで、まあ、ちゃんとね、色見てなかったのもありですが、まあね、でも他の色でね、汚したらいい感じになるんじゃないかと思って、まあ、一旦ね、ちょっと信じて塗っていきます。めちゃめちゃなんか上品な色になってたら、色を混ぜてみたいと思います。まあ、思ってたより、これもピスタチオグリーンですね。思ってて、まあ、もっとな、汚い色をね、
想像してたんですが、なんかすげえ小綺麗な感じになっちゃったな。はい、ということで、まあ、最終的にはピスタチオグリーンカラーになってしまったんですけども、もうね、しょっぱなから色のイメージが全く違かったんで、めちゃめちゃナイスなんですけども、もうしょうがないですね。今回はちょっとこれで、このまま乾燥させていきたいと思います。で、完全に、乾燥するまでね、1日2日かかるということなので、まあ2日間みたいなんじゃないかな。なんでね、またね、2日後に経過を見ていきたいと思います。はい、ということで完全にね、こちら乾燥終わったので、2日かかってないぐらいですね、1日半ぐらい経ったんで、完全にね、もうゴロゴロ取れるとこもないし、塗料もね、つかないですね。完全に完成したので、結構重いな、2キロぐらいあるんじゃないですかね。もう早速ね、このケージに設置していきます。はい、ということで、設置がね、完了しました。でね、雑にレイアウトもしてね、まあ一応これでね、生態を入れられる状態にしたんですけど、この蓋がね、閉まらなくて、でね、ここバックボードがね、邪魔して、この蓋の爪が入らなかったんですけど、まあ、雑にね、ドライバーでほじほじして、穴を開けてね、まあ、材料がね、スタイロフォームなんで簡単に穴開けられたんですけど、まあ結構雑に開けてるんで、まあね、ここは見えないんで問題ないと思います。まあ、こんな感じでね、蓋もなんとかね、はい、なんとかなりました。本当にね、当初ね、想像してた色はね、本当に赤茶な感じだったんですけど、想像以上にね、爽やかな色合いになってしまいました。まあ、せっかくなんでね、生態入れてみましょうか。はい、今回ね、住んでいただくのはこちらの子、じゃーん、はい、ワイルド F1 のパキスタン便ワイルド F1 の子ですね。かっこいい、はい、原種ってやつですね。この子に住んでもらおうと思います。はい、ああ、いいですね、レイアウトが合いますね。今回ね、偽物じゃなくて本物の、ね、エアプラントをね、入れてみたんですけど、ちょっとね、乾燥には強いんですけど、まあ、湿度がね、高いと、枯れちゃうみたいなので、ちょっと爬虫類部屋でね、飼えるか心配なんですけども。まあ、実験的にね、ちょっと今回、ね、取り入れてみました。あとはね、本当にバックボードの色ですよね。本当に色だけ。あとね、ちょっとセメント、下地のセメントをね、塗りすぎて重くなりすぎちゃったってところですね。今回の反省点がね。まあでもね、初めてにしてはなかなか、まあ、ちゃんとね、完成はしたんで、まあ、また次回ね、なんかこういうね、やる機会があったらね、今回のちょっと反省を生かしてやってみたいなと思います。ちょっとね、やっぱりこのバックボードの色がね、ミスマッチですね。この下側の方だけね、想像通りでしたね、本当に。で、シェルターもね、今ウェットシェルター入れてるんですけど、今後かっこいいシェルター買うか、あ、次シェルター作ってもいいっすね。ちょっと考えておきます。同じ要領でね、多分作れると思うんで。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。